皆さんこんにちは、ボーチ編集部のケンモチです。トミです。この動画では私とトミーさんがカフェでゆるりと話しているようなテンションで美容にまつわるお話をします。皆さん足を崩してまったりと見てくださいね。美容田端会議です。トミーさん、やばくない、はい、もう12月だよ。いやもう本当にそれ怖い12月ですよいやもう本当にそんな12月といえばね、はい、こんな時期ですよね。マイベストコスメを今日はご紹介します。やったね。今回選んだ基準としては2021年によく使ったというもので選出しました、はい。化粧水、美容液、乳液クリーム、日焼け止め、スペシャルケアの5部門からスキンケアはご紹介しますので皆さんぜひ楽しんでくださいね、はい。ではでは初め化粧水からいきましょうか、はい。結構知ってる人も多いんじゃないかな。 CNP ラボラトリーの化粧水ミスト、うん、これ2本目なんだけど、うん、本当にミストが細かいの。わかる、めっちゃわかる。なんかもう本当に顔にかかってるってぐらい、ね、今まで出会ったものの中で一番細かいんじゃないか。見えるかな、ちょっと出してみようかな。浴びるねそう、香りもとってもいいし、何よりこういうのって保湿っていうよりはほてった肌を沈めたりとかっていう用途で使ってたんだけど、うんうん、これを使った時に肌がもっちりしたの。ピタッもちっていう、あの吸い付き肌っていうのになったのに感動して、しかも手に出さなくてシューってやるだけで手軽にできるから、うんうんうん、デコルテら辺までシューってやってたっぷり、そうっていう風に使ってたらね、いつの間にか2本目に入ってましたそう、今年一番使った化粧水がこちらです。ももちは、私はじゃん、ワンマイ構成のザ・ウォーターメイトです。うん、化粧水でしか作れない肌っていうのが私はあると思ってて、うん、水分をたっぷり含んだお風呂上がりのようなちょっとワントーン明るくてみずみずしい肌って、うん、化粧水をたっぷり肌に染み込ませることでしか作れないって私は思ってて、そうだね、そういう肌を作るのにぴったりなのがこのザ・ウォーターメイトなんですよ。そんなこと言われたら気になるよ。本当に肌の水分補給ができるんですよへ、テクスチャー出してみてめちゃくちゃシャバシャバなのが分かるんですけど、ちょっと出してみよう。わ、本当だ。本当にスッって肌に入ってく、入ってくの。なんかさ、すぐに入ってってくれるとその分さ、うん、肌に触れてる時間って短くなるじゃん、うんうんうん、ってなると摩擦も軽減できるし、うんうん、こういう浸透のいいものって選んでいきたいよね。そう、本当に水分でみっちみちの肌になるの、うん、これで私はコットンパックもするし、もちろん手でじっくりなじませたりもするし、毎日使ってて日本行きましたじゃあ次は美容液ですね。はい、僕はタカミのスキンピール、これを使ってます。今3個目に入りました。いいよね。基本的に僕こってりしてるものを使うと肌に合わないことが多いんだけど、うんうんうん、これは本当にさっぱり使えるし浸透がめちゃくちゃいいから、うんうんうん、すごく使いやすい。もうこれで僕はもう水分補給をしっかりする感じ。なんか使い続けるとタカミのスキンピールってつるんってした肌になるよね。そうだね、うん、やっぱそれがタカミのスキンピールの特徴でもあるのかなって思うし、やっぱこれを使い始めてから毛穴が整った。わかる、うん、そんなスキンピール使ってます。じゃあももちは美容液なんだろう。私の美容液はドクター K の KC コンセントレートオイルセラムです。ちょっと迷った、ね、ちょっとかぶりがちよね私たち好きなもの。これビタミンがすごいたっぷり入ってて、うん、肌ストレスに対抗してくれるっていうものなんだけど、うん、鎮静力がめちゃくちゃ高くて、なんかちょっと赤いなとかムズムズするなって時にこのオイルを取り入れると翌朝の肌が赤みがめちゃくちゃ引いてて、なんかちょっとやっぱりマスクやっぱつけてると肌が荒れやすい状態じゃない、うん、それがすっごい落ち着くので、もう本当に好き。今の時代に、そうなの、今の時代にぴったり。全然ベタつかないオイルなんで、オイルが苦手だなって思ってる人もいいんじゃないのかなと思います。あ、香りめっちゃいい。ドクター系の香りってさ、爽やかな感じが落ち着くよね本当に、うん、やっぱり香りにのせるってさ、うん、もう鼻があるからさ、うん、香りがダイレクトに来るわけじゃん。香りはいいものを選びたいよね。大事。本当に私ドクター K のこのオイルにはめちゃくちゃこの1年助けられたなと思ってます。ありがとうございます。おもちを助けてくれてありがとうございますじゃあ次は、はい、乳液クリーム、僕はこちらカルテ HD のモイスチャイマルジョン乳液ですね。好き。もうね、これね、僕本当に化粧水とこれだけでいいんじゃないかなってぐらいめちゃくちゃ肌との相性が良くって、潤いがすっごい入ってくの、うんうんうん、テクスチャーを出してみようかな。エマルジョンっていうには緩めのテクスチャーで、うんうんうん、どっちかっていうと伸ばした感覚では美容液っぽいなってちょっと思ったけど、めちゃくちゃ潤うの。とにかく保湿したい人には使ってみてもらいたい。やっぱさ、カルテ HD ってさ、潤いを蓄えて乾燥ケアをしてくれるのはもちろんなんだけど、肌荒れのケア成分もしっかり入ってるから、うん、いいよね。どんな時に使っても安心できるというか、そう肌が調子を、ね、いい時も悪い時も使いたいよね。あの、そうなの、お助けアイテムっていうか、そうもう自分の身に何かあった時に使えるみたいな常備、絶対常備したい。そう何かあった時に助けてくれるアイテムだなと思って使ってる、うんうん、ももちはどうでしょう。私の乳液クリーム部門は神々しいもの
出させていただきます。一番光ってるかもしれない、光り輝いているこちらコスメデコルテの永久ミリオリティインテンシブデイクリームでございます。私はねコスメデコルテの中でもとりわけ永久ミリオリティが大好きなのですが、こちらのデイクリームはもう格別です。ちょっと待って、なんかさ神々しいからかなのかさ、うん、他のと喋り方違うよねごめんねこれデイクリームなんですけど、金額びっくりすると思うんですけど、デイクリームでしょ、デイクリームでしょ、言って、うん、言ってデイクリームなんですけど、うん、3万8500円するんですよ。でもでも本当にその価値があるの、投資する価値があるの本当に。クリームはねこんな感じで固めだけどスッと浸透するようなクリームです。でこれ何がすごいって、保湿力なんて当たり前なんですよ、うん、一日中潤いが続くのは当たり前なんだけど、きしむこともなければ、うん、ちょっと重いなって感じることもなければ、自分の肌をさらに格上げしてくれるの。待って、そんなクリームがあるの？あるんです、ここにあるんですすごい。そうなので私はスキンケアの最後にこれ使うんだけど、どんなファンデーション、どんな下地、どんな日焼け止めと合わせてもこれを仕込んでおくことで肌が本当に疲れない、一切落とす後の肌がつるんって潤ってて、うっとりするね。そう、うっとりするの、自分の肌が大好きになるの。そんなの、このクリームを使うと。なんかさ、日中ってやっぱり仕事もしてるしさ、うん、外も出歩くこともあるしさ、そうそうそう、内的刺激的にも外的刺激的にも一番影響を受ける時間帯だよね。本当にそういうのを全部ケアしてくれるんですよ、守ってくれるの。守って美しくしてくれるんだよ最高じゃない？いやこれ本当に投資する価値ありなの。じゃあ一回ちょっと使ってみよう、うん、その良さがね使えばわかるから。きっと何これ、すごい伸びがいい、この永久の高貴な香りよ。憧れたお化粧品の香りを詰め込んだみたいな、うん、そう、さらに上品にした香りは永久ミリオリティなんです。本当に言葉遣いも変わりますわ、ね、本当にマダムでいきましょう結構乗せたなと思ったんだけど、うん、全然大丈夫。そうなの、これどんどん入ってっちゃうから、そうなの、どんどん使っちゃう、そうなの、でももったいない。そうなの、そうなの、わかるわ初めはテンション上がってたっぷり使っちゃってたんだけど、うんうん、なくなるにつれて、あれおかしいぞ、これをなくなった私の肌はどうなってしまうんだろうと思って、ちょっと大事に大事に使って、私の肌を本当に支えてくれたなっていう部分です。次は何部門？ UV 部門紹介したいと思います。なめらか本舗リンクル UV 乳液、日用の UV の乳液なんだけど、うんうんうん、割と最近出たんだけど、そうだね、うんうんうん、使った時にびっくりしちゃった、えこれで、えこの価格みたいな。本当にスキンケアをしてるだけなのに、うんうん、しっかりと UV カットができるアイテムだなっていうのをすごく実感してて、テクスチャーが本当に乳液みたいな、うんうん、こんな感じのベージュカラーになってて、伸ばすと本当にみずみずしいんだけど、若干肌も補正してくれるような効果があるから、やりすぎじゃなくてほんのりトーンアップする感じが本当にどの肌色の人でも合いそうだなっていうのがおすすめのポイント、うんうんうん、私も好きこれ。なんか他にもねレチノールが入ってたりとか、セラミドとか、ね、すごい肌に嬉しい成分がたくさん入ってるから、メイク効果も高いしスキンケア効果もあるっていうの、私結構ねこれね家で作業する時とかこれ一本で済ませてる時あるかも。じゃあ私も日焼け止めをご紹介します、はい、アルビオンのスーパー UV カットハイパフォーマンスデイクリームでございます。ハイパフォーマンスですね。ハイパフォーマンスでございますよ。これね私いつも思うんだけど、目をつぶって日焼け止めを入って渡されたとするじゃないですか、うん、伸ばすじゃないですか、クリームだって私言っちゃうと思うの。本当にそのくらい滑らかで、いくらいい日焼け止めでもなんかたまに若干きしんじゃったりとか、うんうん、ちょっと日焼け止めっぽい匂いがしたりとかってあるっちゃあると思うんだけど、うん、それが一切ないの。えちょっと出していい？ぜひその感動を味わって。本当だ、本当にこっくりとクリームみたいな滑らかなんですよ。滑らかテクスチャーだ ね、うん、ね心地いいでしょ。本当にスキンケアをしてるかのような、被膜感がゼロなの。しかもこれでさ SPF50 プラスの PA4 プラスなの、うん、いや最高値入ってるんだ。最高なのよ本当に。えこれで？そうなの、この滑らかさでだよ。夏はこれしか使わなかった。私この美肌色白はこれで守られたってこと？はい、そうです。ありがとうありがとう。さっき紹介したコスメデコルテの永久のデイクリームの上からこの子を重ねると最強の貴族肌なんですよちょっと待って、それいくらするの38,500円と11,000円、ギリ5万いかない、うん、でもそのくらい本当に肌に投資する価値がある商品2つともアイテムなのよ。毎日つけるものだから贅沢したいよね。そう、日焼け止めに関しては本当に私は365日どんな日でもお家にいるだけでも絶対に塗った方がいいって思ってるんで、それならやっぱりこういう心地のいいものを使うべきなんですよ。確かに、こちらはもちろんリピートしました素晴らしい。もうペコペコになるまで最後はここを切って切ってね、ひねって、あるある綿棒で
書き出して使いましたよ。最後の最後まで、最後の最後まで大事に使いました。今後も大事に使っていきたいなと思ってます。じゃあ最後の部門だね。次はスペシャルケアのね、スペシャルケア、僕がおすすめするのが、うん、ジェノバーのエステパック。おー、私初めましてなんだけど気になる、教えて。これもよく振ってから使うんだけど、うんうんうん、泡のパックとして使うようなものになってて、うんうんうん、結構少量でいいの。あ、伸びがいいから。へー、これを伸ばして、うん、この泡って本当に濃密で泡がきめ細かくて、うんうんうん、消えない泡なので、これを1分間置いて、うんうん、普通だったらこういうパックって拭き取りじゃない、うんうんうん、じゃなくってこれ美容液だから、美容液パックだから泡を潰して浸透させていくの、うん、そうするとトーンが本当に明るくなって、しっとりもっちりふわっていう感じに。あ、最高じゃん。そう、そんなもっちもちになるんだね。そう、ふんわりするから。してる、してるでしょ。すごい、こんなにさもちもちになってさ、うん、トーンアップもするってことはさ、メイク前にもそうじゃない。そうだね、しっとりと潤いも閉じ込めてくれるから、うんうんうん、化粧のりも良くなると思う、うんうんうん、すごい、私これね初めて見たから今晩から使ってみます。ぜひ使ってください。じゃあ最後、私のスペシャルケア部門はですね、イトリンのプリホワイトボディエマルジョンです。イトリン使ったことないんだよね実は。イトリンのルリホワイトシリーズって今年の夏に出た麹酸とカモミール油で鎮静もしながら美白ケアをするっていうラインなんだけど、これのボディバージョンなんだよ。ボディの美白の乳液なんだよ。ボディのさそういう美白有効成分が入ってクリームとか乳液ってあんまり見たことなくない？確かにないかも。そうなのよ、私ボディケアもすごい美白力入れてるから、結構顔用のクリームとか乳液を体にも同じように塗ってたんだけ ど、ね、これすごいこんな感じのね、割とみずみずしいテクスチャーなんです。あまりにもベトベトすぎると、なんかお洋服上から着るのにさちょっとまとわりついてきちゃうなみたいなところがあるんだけど、うん、でも潤いも欲しいっていう、すごいそのわがままな願望をどっちもカバーしてくれるのがこのボディのエマルジョンなんですよ。ちゃんと私は全身に足の甲とか、うん、足の指とか、ね、そう首の後ろとかまでもしっかり塗るようにしてます。このイトリーの本のルリホワイトシリーズの美容液も私本当に大好きで、有機、うん、部門に入れようかなって悩んだくらい大好きなの。てかね、ここまで絞るのも結構大変だった。そう、本当に大変だった。まだまだね紹介したいものあるけど、全然出てくるよ ね。本当に今年もお世話になりましたっていう子たちだね。みんなも今年何を使ったのか、ぜひコメントとかでも教えてください。今回のおたばた会議は以上ですが、次回の動画では私たちのマイベストコスメのメイク編をご紹介してますので、次回もお楽しみに。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。